んにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は275ページから解説していきます。創業経営者が引退するのは成熟期。初代の経営者は自分が引退する時期を自分で選べます。引退するときは事業が良いときに優待を考えます。事業が成長期のときはやらなければならないことがたくさんあり引退できません。やっと事業が落ち着き収益も大きくなったときに優待を決意するのです。つまり創業者が引退するときはすでに事業は成熟期に達しているのです。しかしこれを引き継いだ2代目経営者は決算上は非常に良い状態の事業を引き継いでいます。そしてこの事業を守らなければならないという気持ちが大きくなります。このような状態で2代目経営者がイノベーションを起こせるでしょうか。利益が上がっているのは投資が抑えられたからに過ぎません。利益が減少したときに行うのはイノベーションのための投資ではなくさらなるコスト削減なのです。そして会社は衰退期に突入していきます。私はこのようなパターンに陥る2代目以降の経営者をたくさん見てきました。イノベーションを起こさなければいけないタイミングで実際に起こせるのは本当にわずかな企業だけです。イノベーションは成功体験を常に否定し続けることが要求されるのです。までの解説を野会長お願いいたします。はい、こんにちは。まあね、初代の経営者からね、創業者から2代目に引き継ぐっていうのがね、会社一番大変な時で、で創業者っていうのはもう力も持ってるしね、で社長のやってる期間というかね、もう長いと50年ぐらいになっちゃうんですよ。で私32からスタートでしょ。50年やったって82じゃん。でまだピンピンしてるかもしれないでしょ、50年ぐらいやったって。でもね、50年もね創業者経営すると、大体その事業っていうのが、まあ、陳腐化してる、陳腐化するっていうか、だんだんその成熟期に達しちゃうのね。でまだまだ成長してる時っていうのは、経営者っていうのはまだまだやることあるからね、もうこんな状態ではまだ俺は引退できないとか思っちゃうわけ。そしてやっとやることやったなっていう頃はね、会社が成熟期に入ってるんですよ。でその時に次の世代に事業を承継するから、何が起きるかっていうと、今あの成熟期の時にね、事業承継された社長っていうのは最も利益が出てるわけ。成長は限りがあるけど、でもう利益が出てるからもういい会社だと思うでしょ。まあ創業者もいい会社の時に辞めたいから、そうすると何が起きるとかっていうと、何もしない2代目は現状を維持しよう、今のこのいい状態を維持しよう、だけどやがてだんだん悪くなる。で悪くなると何が起きるかっていうと、コスト削減してこの利益を確保しよう。だからね、2代目経営者見てるとね、みんなコスト削減、こんなことやっててね、次のイノベーション起きるわけがない。コストを削減しなきゃいけない状態まで放置したのが問題なの。コストなんか削減じゃなくて、なんでもっと早く次の手を打たなかったのと。利益がある時、利益がある時にね、いろんなもん買っちゃうの。骨董品とかね、絵画とか。もう会社こう見るじゃん、お客さんとか行くと、あ、いいもん揃えてるなとか思ってね、決算書見るとあれすごい利益出てないじゃんと。こう骨董品とね、あの決算書を見比べるとね、あ、昔は儲かってたんだなと思うわけよ。だからどうしてそこで骨董品を買わずにね、事業投資をしなかったんだろうと思うわけ。ここがポイント。自分のやってることを標準化させて、仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。